どうも、こんばんは、NM です。今回は、捜査官たちの水炎の上級ということで、こちらのパーティーを使ってやっていこうと思います。フレンドには UR 使うつもりなかったんですけど、やっぱり UR しかいませんよね、今の時代では。というわけでやっていきましょう。行こう。まあ、ひなみ連れて行ってるから、だいぶ HP に、補正かかってると思うし、いけるんじゃないかな。僕の。まあ火力は火力については触れないでおこう。いやでも UR ひなみにもだいぶお世話になったからいつか使わないとなと思ってるんですが、ああそうなってくるとやっぱサブにはおひなさまひなみっていうこのね、いつも通りになってしまうんですけど、今ね僕 SSR のこの圧倒カネキをそのなんて言うんですか、フレンドさんに見えるようなあのメインのやつにしてるんですけどね、まあ、フレンドさんの中にもちらほらこう昔の相棒を、リーダー設定してる人がいて、ちょっとあれですね、懐かしい気持ちになりますね。誰だこの野郎。何も手伝いたい。もしもしこの野郎ですか。行くよ。もうお、いいぞ。なんだっけな、十蔵のクエストだっけ、滝沢が一番左奥にいてずっと撃ってくるやつ、あれ結構めんどくさかったですよね、初期の頃だけど。すげえ縦長のさ、あの範囲でさ、あのドゥヒだっけ、なんかわかんないけど、なんかのやつ撃ってくるやつ、スキル、あれめんどくさかった思い出があるんですけど、多分十蔵だよな、今来てる復刻のやつにあるんじゃないだろうか。まあ、結局この紙の白カネキの UR も過去カネキしか実装されてないわけですが、あーやべえ、くしゃみ出そう。よっしゃ届かねえじゃねえか。とりあえずアモンやるか。やべ、壁役して頼む。腕立て伏せだ。僕の番。何も手伝いたい。範囲で吹っ飛ばすか。おら。かわいい。よいしょ。まあ上級なんでこんなもんですよね、まあ、初期は SSR のみで回ってたんでもうちょい手応えはあったかもしれないんですけど、強くならなきゃいけないんだ。かっこいいな、やっぱこの圧倒カネキ。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。